私は生まれた時から二つの名を持っていた。アリーとしてのマナ、そしてアラムラザ・シャルザードとしての王名。シャルザードでは女王が認められていない。世継ぎの問題に悩まされていた父上にとって、私は待望の第一子で失望の女児だった。次の男児が生まれるまで、あるいは私自身が正当な王位継承者を腹に宿すまで、アリーがアラムになるのは苦渋の策で必然だったのだ。アリー、男として産めなくてごめんなさい。女としての幸せも与えられず。幼い自分を残して亡くなった。母の涙の意味もわからぬまま、私はアラムとして生きるしかなかった。所詮この身は中継ぎに過ぎない。国の歴史の片隅にポツンと名を残すだけだろう。けれど私はそれを受け入れた。己の運命を呪うより、オアシスで潤った美しい祖国を、そこに住まう人々の笑顔を愛することができたから。私がアラムとしての務めを果たせば、天に帰った母上も喜び、いつか抱きしめてくれるだろう。だが現実はアラムの成長を待たない。いずれという言葉は通用しない。故に悲劇は起きた。王都陥落、暴れ回り笑い狂う京都だも、無知で無力な私が多くの民を殺した。生き急がなければならなかったのだ。アラムとして生きると、そう決めた時から。だから私は決しなければならない。国のための礎となる覚悟。神フレイヤ、どうか私に力を貸してほしい。悪族ワルサを討つために。ボフマンとも話し情報を集めた。我が国シャルザード一屈強なセラン戦士団もつい先日全滅したらしい。ワルサ軍部のラシャプファミリアは間違いなく複数のカビールを有している。カビール、二度のランクアップを果たした戦士を称える、砂漠世界の称号だったかしら。ああ、この西カイオス圏では破格の戦力だ。この後に及んで恥の上塗りをしていることは理解している。しかし今の私にはすがるべき神はあなたしかいない。
国は蹂躙され、民は冒涜され、アマツさえ関係のない他の国にも戦火が及んだ。私が巻き込んだのだ。これ以上の暴虐を看過することはできない。そのためならいくらでも代償を支払う。私の身を捧げ、あなたが望む王子となる。私は次の王が生まれるまでの中継ぎ。新たな王位継承者が誕生するのなら、この身はどうなっても構わない。だから願わくば、どうかあなたの眷属をもって。いやよ。なぜ私があなたの国を救わなければならないの？私のものに手を出した子たちにはもう罰を与えた。あの子たちは天界で果たされない約定に絶望しながら、いずれ漂白される。私の留飲は下がっているわ。だから私がくだらない戦争に首を突っ込む義理も義務もない。しかもその無様な懇願は何？私が王子を欲していると知って飛びついたの？あなたはまさか私がそんなつまらない取引に乗ると本気で思っていたの？がっかりよ、アリ。がっかりだわ。あんなに嫌いだったはずなのに、彼女を失望させたという事実にこんなにも衝撃を受けている自分がいる。私はどうしてしまったんだ。私は一体どうすればいいんだ。アラムとして、アリーとして、私は。そんなあなたでは満たされない。そんなものではあなたの魂は輝かない。捧げるのではなく奪っていきなさい。あれはハルバン。次の王が生まれるまでの中継ぎ？関係ないわ。あなたは生真面目にバカバカしく正しき王としての道を模索していたのでしょう。それなら最後まで進みなさい。王道を貫きなさい。どんなに前世を敷く剣王も、戦上手な武王でも、理不尽を極める暴君だって、王を名乗る以上何度も博打に臨むものなのだ。まさか。勝負しましょう、アリ。あなたが望むものをかけて。あなたが勝てば私の眷属を貸そう。好きに使っていい。自分の国を守るのも、憎き敵を滅ぼすのも構わない。代わりにあなたが負ける、あなたのすべてをいただく。私があなたを欲しているのは本当だから、このゲームにあなたが負けた瞬間、私はこのカイオス砂漠からあなたを連れ去る。オラ
ワリオに帰って泣きわめくあなたをドロドロに溶かして私だけの人形にする。さあ座りなさい。アリ、女神と勝負、無理だ、不可能だ、叶うわけがない。完全な存在たる神相手に勝利するなんて。アリ、今のあなたは本当に己を賭して気高くある？己を賭して気高くありなさい、英雄のように。そうか、そうだったのか。私が覚悟を持って立ち向かうは悪さではない。私が戦いを繰り広げるべきは、いや覚悟を示すべきは目の前の女神に対してだ。国のための礎となる覚悟ではなく、己を賭して気高く英雄のように王道を貫く覚悟を。勝負だ、女神フレイヤ。受けて立つわ、アリ。ハルバン、カイオス砂漠圏ではメジャーなボードゲーム。駒はマレク、マリカ、ファイズ、メルカーバ、ラウフ、ジュヌド、レース、オボデアの都合8種。盤上のマスは 10×10。 チェスや将棋と同じく相手の魔力を積ませることで勝敗が決する。他のボードゲームと異なるのは、初期位置の配置を変更できる布陣や、一度手番を失うことで特定の駒を取り替えることのできる生贄など特殊なルールがあること。先手と後手どちらが欲しい？選ばせてあげる。後手。あらゆる手が研究し尽くされ、ハルバンは後手有利だったかしら。少なくとも人の世では。私もたしなみの一つとして王宮ではハルバンを散々刺した。定石は知り尽くしている。それのみでこの女神を倒せるとは全く思わないが、長いハルバンの歴史を熟知している分、活路はあるはず。勝負だ。守らず攻める。いいわ、あなたのその覚悟。それじゃ。な、大殺し。生贄のルールでマリクを殺害し、討ち取った駒が新たな王になり変わる禁じ手にも似た一手。持ち駒を膨大に潤わせる代わりに
手番を3手も相手に譲ることになる。戦術的にも文化的にもこの砂漠世界で指す者はいない。自分より上に立ち指図する者がいる。そういうの嫌なの。これで相手はマリカが新たな王になった。舐められている？それとも己への縛り？いや、構わない。今は勝つことが先決。こちらを見下しているのならそのまま寝首をかいてやる。三手目にしてすでに盤面は私が圧倒的に有利。だがハンデは与えた。それじゃ始めましょう。終始優位だった。転機はなかった。ただ気づけば局面は五分に変わっていた。そして暴下のごとき女神の侵略が始まった。ファイズを引き寄せてこちらのメルカーバで。ダメだ、敵のラウフに片翼を抜かれる。攻めかかってくる相手のメルカーバを潰そうにも絶妙な位置で効いているジュノドのせいで裁けない。アリー、あなたの番よ。なんだこれは、何なんだこれは。ファイズに中央を突破され、中央無尽に駆け巡るメルカーバに蹂躙される。追いかける2つのラウフに守りを剥がされ、途切れないジュヌドの連携に食い破られる。知らない、こんなハルバンを私は知らない。これではまるでヴァナディースが従えるエインヘリアル。ヤクト、とどめの一手からはなんとか逃れている。だがそれも無意味。女神はもうあと3手とかからず私を詰ませることができる。退路はあるのか、活路はあるのか、あるいは紛れもなくここは死地か。何も見えない。何を指せばいいのかわからない。どこに進めばいいのかわからない。ダメだ、私はもう。アリ、
Ari? Yada, Tameda, Dekirai! Akiramiru Akeniwa! Kono Megami no Maikara! Nigedasu Akeniwa! Tashiwa! Kono Megami no Maide! Mijime na Sugata o Sarasu Akeniwa Ikanai! Dakara! Atashiwa! フレイヤ様。 E4 マリカ C3 メルカーバ D2 ラウフ。そしてそちらのメルカーバが私を追い詰めてあなたの勝ち。 そんな、まさか、住んでいる。私があなたを、いや、しかし、これは結局私一人では。遥か何十手先の局面、神ならぬ我々ではそこまで読み切れず、絶対にたどり着けない勝ち筋。 その通りだ。こうしてあなたが実践しなければ私は絶対に気づかず数手後には確実に敗北していた。それなのにどうして。王とは全てを自分で打開するものではないの。自分以外のものに希望を示し、 光の先の栄光を証明するもの。あなたがボードに叩きつけたのは、敵なき私を玉座から引きずり下ろす未知の一手、そして不可能を覆す下界の可能性。あなたの勝ち、アリ。待ってくれ。 私は素直に受け取っておきなさい。今の私はとても機嫌がいいの。オッタル、アリーに従いなさい。この子の戦いが終わるまで主として仰ぐこと、アレンたちにも伝えてちょうだい。かしこまりました。 私は部屋を移るわ。ここは今からあなたの城。王らしく振る舞いなさい。困ったらヘディンを頼ればいい。そうすればあとは勝手にやってくれるわ。フレイヤ、私は侵略を止めるのか、それとも目障りな国を滅ぼすのか、 これからどうするかはあなた次第。今のあなたには何もかも可能な力があるのだから。
ロッタル、ハリーに従いなさい。この子の戦いが終わるまで主として仰ぐこと、アレンたちにも伝えてちょうだい。とは言われたが、空気が重い。重圧のようなものがピリピリと。本当に彼らは私の言うことを聞いてくれるのか。くだらねえままごとだ。主の真意だ。従えアレン。てめえは似た文句しか口にできねえのか、イノシシ野郎。あの方もあの方だ。ねだることしかできねえこんなガキを遊ばせやがって。ガキを突き上がらせる遊具になり下がるためじゃねえ。話が進まん。気に食わないのならフレイヤ様への忠誠を捨て今すぐ失せろ、猫畜生。お前がいなくても何ら問題はない。私はともかく、どうして仲間同士でそんなに険悪なんだ。いろいろな意味で心配になってきたぞ。すぐに話し合いを始めます。時間が惜しいのでしょう、仮初めの主。ああボフマンと言ったな。ワルサの軍について司祭を報告しろ。はい、私めですか。急げ豚。何をしている豚。また泣き叫びたいのか豚。いじめるぞ豚。ブヒー、答えます。セグ様即刻直ちに答えますぞ。うわ、ワルサの軍勢は制圧のため今もシャルザード国内にとどまっているようですぞ。アラム王子を捜索しようと一部の別動隊が三々五々と散らばっているようですが、仕入れた情報によれば敵の全軍はおよそ8万。8万。正規兵だけでなく、あまたの傭兵が続々と参戦しているとのことですぞ。なんだ、その兵力は。シャルザードとワルサは、西カイオス中域でも屈指の国力を持つが、それでも8万の出兵など不可能だ。近年ワルサが迎えたというラシャプファミリアによるものなのか。そのような戦力差、一体どうすれば。8万か。ダンジョンよりマシだな。だがめんどくさい、ひたすらめんどくさい。面倒。小さな話では。群れるしか能がない連中は有能とは呼びません。私は無能と切り捨てる。つまりそういうことです。説明になってない。仮初めの主は王族、命令は下せても指揮は取れん。私が指示を出す。早く終わらせたいのなら従え。どうなることかと思ったが、彼に任せておけば大丈夫そうだ。
あの女神も頼れと推していたエルフだ。軍師として私など及びつかない作戦を披露してくれるに違いない。まず作戦だが、私たち8人で敵軍を全滅させる。以上。大雑把すぎる。何を言っているんだあなたは。できるわけがないだろう。8万もの敵をたった8人で。これが最も効率的です。あなたが忌避する犠牲も出ない。要望に沿うように私は単純明快な策を打ち出しています。本気か？8万の軍勢をたった8人で掃討すると？あなたは私が兵士をかき集め軍略をもって数の高を覆すとでも思っていたのですか？だって普通なら。ご期待に添えず申し訳ありませんが、そんな方法ではいくら私でも相当に骨が折れる。あまりにも非現実的だ。現実的ってなんだっけ。数はもとより敵軍の連動は総じて高い。確実にカビールが何人もいるだろう。それが何か。第二級冒険者程度の実力で私たちを止められるとでも。本気で言っておられる。相手は情報をつかんだのか、あるいは神の御業か。アラム王子がイスラファンに潜伏していることに感づいている。このリオード以外の町、特に国境沿いの共同体にも手を回しているはず。違うか？はい。他の町や村々も襲われたという情報がありますぞ。そのうちリオードに向かった先遣隊の消息が絶たれた。間違いなくこの地へ新たな部隊を派遣してくる。すでに異変に気づいていたとして、敵の到着は明日の夜が妥当。手始めにこれを迎撃し、リオードの地には予想外の勢力がいる。そう思わせる。送り出した部隊が戻ってこなければ、多少なりとも相手は慎重になるでしょう。その間に準備を整えます。準備？敵の全軍を決戦の場に布陣させる準備です。はあ？我々8人で敵を片付けることが最も効率的だと先ほど告げたはずです。ならば課題は一切の取りこぼしもなく敵を戦場に引きずり出すこと。そうすれば私たちがそこで全てを終わらせます。何を言って。いくら我々でも他方面に展開した万の部隊を殲滅するには手間暇がかかる。そういうことです。どういうことだってばよ。早い話、面倒は一度で終わらせたい。8万の敵が一箇所に集まれば戦闘も一回きりだ。度重なる衝突や追撃をしなくて済む。小競り合いなど不毛すぎる。この冒険者たちは全て本気で言っているのか。かりそめの主、あなたが国の平和を望むなら取るべき手段は敵の撃退ではなく殲滅です。決して比喩ではなく、これは敵軍の数割を削って大損害を与えたなどという一般的な話を言っているのではない。
中途半端に取りこぼせば泥沼となる。もし決着をつけられず敵軍を取り逃がせば、それは必ず将来の禍根となるでしょう。それはオラリオに戻る我々が戦うのは今回きり。ならば王子の要望を叶えるには、蛮族どもを徹底的に叩き潰す必要がある。故にあなたにも働いてもらいたい。かりそめの主、敵も味方もおびき寄せる餌になってもらう必要があります。それがあなたにできますか？王都は奪われ、民も守れず、臣下さえ失った。すでに醜態を晒し続けた身だ。この身を捧げることができなければ、王族の名に何の意味があろうか。やるさ、やってやるとも。私を使え、ヘディ。到底信じられないお前の戯言が現実にかなうというのなら、どうか私の国を救ってくれ、勇壮なる戦士たち。よろしい、ならば行動を開始しましょう。ヘグニとアルフリックたちは出ろ。後者は4人散らばれ。この町から5キリロ圏内、その領域に侵入する悪さの部隊を全て駆逐しろ。報告しろ。一体何が。夜はいいな、闇討ちはいい。誰かの視線に怯えることもない。いくつもの瞳に自分がどう映っているか憂う必要もない。俺も本当は人殺しをあまりしたくないけれど、でも君たちは力のない民草にもっとひどいことをしたんだろう。じゃあ罪をあがなわなくてはいけないから、やっぱりここで死んだ方がいい。じゃないと俺みたいに生きることが恥ずかしくなってしまうから。こうして死ねる君たちが羨ましいな。俺も自分で自分を殺せればいいんだけど、ヘディンとの決着もつけていないし、何よりこの心はあの方に奪われてしまった。あの方のために全てを使い尽くすまで死ねないんだ。だから死んでくれ。俺たちの女神は一人の女の子の行く末を楽しみにしてる。その楽しみのためだけに死んでくれ。俺も彼女がどうなるのか見たい。ごめんよ、申し訳ない。でも展開はそこまでひどい場所じゃないと聞くから、怖がらないでいいと思う。多分きっとまたここに戻って来られるよ。
昔の俺に戻ったみたいだ。戦争は嫌だな。人殺しは嫌だ。くそ！何なんだよ！獲物だ！ヘディンの指示通り、敵部隊を二つ通す。まどろっこしい。あの軍師気取りのエセ知的エルフめ。メガネをクイッと上げるだけで知能指数が上がると勘違いしてる残念エルフ。死ねばいいの。おいやめろよ。ヘディンがかわいそうだろ。アレンよりマシだよ。ここで別れる。ドバリ、ベーリング、奴らをリオードの町へ追い立てる。痛めつけられた獣が見境なく餌に食らいつくように。モンスターならぬソルジャーのパレードか。始末するより加減する方が難しい。奴らは脆すぎる。アルフリック、ここからは面倒な真似をしなくていいんだな。ああ、今後防衛線から通す必要はない。僕とグレールは二手に分かれて監視を維持。侵入してくる輩がいれば全滅させる。ワルサの兵がまた攻めてきたぞ。でも尋常じゃないほどべらぼうに強いキャットピープルとボアズがゴミ虫のように蹴散らせる。そんな彼らに命令を出すあの高貴なお方は誰なんだ。我が配下の強きカビール、いやバタールよ。悪さのけだものから人々を守れ。これ以上の非道は我らの槍と剣が阻む。悪夢の再来に絶望するリオードの民、その窮地を救う謎の一団、多くの人々が強き戦士に感激し、それを率いる一人の王に感謝と敬意を抱くというのがヘディンの筋書きだが、すごい！悪さの兵を簡単に倒すなんて。あの方々は一体。ああ、この町を救ってください。うまくいきすぎて逆にお腹が痛い。桜まで用意するなんてやりすぎだろう。ボフマン様、もっと盛り上げますか。当たり前ですぞ。もっとやるのですぞ。じゃないとまた虐げられるのですぞ。素敵、かっこいい、抱いて。クソくらえだ、こんな茶番なんざ。やめろアレン、殺生はするな。うるせえ、潰すぞ。これだから、ままごとは嫌いなんだ。疲れた。この程度で音を上げてもらっては困る。私の計画が狂ってしまう。
肉体の疲労ではなく気づかれだ。アレンがはっきりと私に殺意を抱いていた。今夜寝首をかかれるかもしれない。その時は私が冥福を祈りましょう。今朝の活躍であなたはこの町の英雄になった。危機を救った恩人の言葉なら多くの人間が耳を貸すでしょう。計画も進めやすくなる。全て自作自演だろうに。アルフリッグたちにわざと悪さの兵を素通りまでさせて、何も知らない人間を騙すような真似を。住民の被害はゼロなのですから問題ないでしょう。綺麗事で済まないのは祭り事も同じです。万人のごとき振る舞いをした悪さこそ悪であるのは明白。私は何も悪くない。そうふんぞり返っていてください。本当に手段を選ばないエルフだな、あなたは。お褒めの言葉として受け取っておきましょう。それよりも仮初めの主、演説の準備は済ませていますか？明日には私の出番なのだろう。大丈夫だ、やり遂げてみせる。これがシャルザードを、西カイオスを救う一助になるのなら。いきなり何をする？髪をいきなり触って。あなたはもっと髪を手入れした方がいい。身なりの悪い王になぜ万人がついてくるとお思いか。手入れ身なり。髪に櫛を通しましょう。ここの従僕たちより私の方がうまい。今夜部屋に向かいます。鍵を開けておいてください。夜に男が女の部屋を訪ねるなんて、それはつまり、あなたの愚かな脳内で私を妄想の道具にしないでいただきたい。虫図が走る。なんかイラッときたぞ。私があなたに欲情することはありえないのでご安心を。ダンジョンに出会いを求めるくらいありえない。なんかイラッときたぞ。身だしなみは上に立つ者の基本です。他に力を注がなければいけないことは山ほどあるが、おろそかにしていいものではない。それが王たるものであるならばなおさら。ヘディン、聞いていいだろうか。あなたはファミリアに加わる前、王族に仕えるものだったのではないか。いや、もしかしたらあなた自身が。私の過去をあなたが知ってどうなるというのですか。意味を見出せません。ではなぜこうまで進化のように接してくれる。主神の命とはいえあなただけだ。アレンたちとは異なり、その私に敬語まで使ってくれるのは。責務に苦しまぬ者に王を名乗る資格なし。え？あなたは現実を見据え、己の無力と絶望から逃げ出すことをしなかった。それどころか最も美しく恐ろしい女神に立ち向かいさえした。その行為の意味を私たちは誰よりも知っている。ヘディン、あなたは王族として最低限の誇りを示した。故に誰に何と言われようと相応の態度で接すると決めたまで。ヘグにもあなたのことを見直していると思います。他の者に通達へ行ってきます。
何もできない無能が多すぎる。仮初めの主、あなたに多くは求めません。しかしどうか私たちを失望させないでください。女神に選ばれたというのならば。あ、どうしたの？何何何だ何だ。予想以上に集まっているな。今こそ聖なる合法を鳴らす時。これは砂の民を導く王の宣誓である。お前は喋るな、ヘグミ。アラム王子、ここがあなたの戦場です。五分。そうか、ここが私の戦場か。アレンたちのように敵を倒すことができない私はこの場所で戦うんだ。行ってくる。リオードの民よ、貴重な時間を割き私の声に耳を貸してくれること感謝する。今日は頼みがあってこの場を設けてもらった。私のことをさすらいのコランドと呼ぶ者もいたようだが、先に正体を明かしておこう。我が名はシャルザード王家の王子、アラムラザ・シャルザードである。本当か？私について風の噂を聞いた者もいるだろう。王都を奪われ、ワルサ軍に蹂躙されるまま消息を絶っていた無能の王子と。だが真実は違う。私は王家存亡の時、力を貸すと言われている伝説の戦士と合流するため一時軍を離れていたのだ。その途中、この町の危険を聞き、駆けつけたというわけだ。伝説の戦士、背中がむずがゆくなる言葉だな。まあ、戦闘能力だけ見れば、あながち間違いではないが。チートだしな。ヘディン、内容は君が考えたのか？ここまでは。そしてここからは彼女が王位を示さなくてもならない。商人よ、そしてイスラファンの民よ、私に投資しろとは言わない。ただどうかこの声を届けてほしい。砂丘を越え風に乗って我がシャルザードへ。演説？ええ、我々はとにかく使える駒が少ない。情報伝達や諜報、偵察の類は難しく、敵の全軍を殲滅しようにも正確な位置も知れないのが現状です。故にこちらから声を上げ、敵の方から動いてもらう。声を上げ、敵から動いてもらう？何を発信するというんだ？シャルザード全軍への号令です。全てを決する一戦を仕掛ける。アラム王子の声を届けるため、まず商人を使います。奴らの声は風よりも速い。
悪さが居座るシャルザード全土にルフできるでしょう。何せここはリオードでありイスラファンなのですから。重要なのはあくまで演説であること。出どころの知れない嘘か誠かもわからない情報ではなく、その日その場所で実際にあった公の声明にしなければならない。この砂漠世界にアラム王子の誘弾を観測させる必要がある。ワルサの部隊がことごとく消息を絶ったこのリオードから宣戦布告を開始するというのか。あなたが告げるのは総力決戦の日時と場所、そして決戦の機運を高め行動を促し、シャルザードもろともワルサ全軍が布陣せざるを得ないほどの鼓舞を行ってもらう。待ってくれ。もし私の声が届きシャルザードの将兵が動いたとしても、ワルサが動くかはわからない。兵力は歴然だ。警戒はするだろうが思惑通りには。シャルザード軍を布陣させるのはリオードの町から北東に向かったガズーブの高原。シャルザード、イスラファン、ワルサの国境が交わる岩石砂漠地帯。ここに兵が集えばそのままシャルザードにもワルサ本国にも進軍できます。残存部隊の集結、シャルザード王都に居座っているワルサ軍本体からすれば無視できるものではない。もし本国を攻め落とされれば全てが水の泡だ。脅しをかけるのか。こちらの決戦の呼びかけに応じなければ悪さそのものを消滅させてやると。最悪イスラファンにも呼びかけて出兵してもらっても構いません。悪さの暴挙によって被害は重なり、十分な大義名分が存在する。たった一つの策のみで二国の総軍を動かそうとしている。そしておそらくそれは不可能ではない。恐ろしい。いや、これは異不可。常に相手二者択一を迫る。え？そしてその二択とは己に都合のいい二択のみ。一つの選択を強要するのではなく、あくまで相手に選ばせる。宮廷でも戦争でもそのように立ち回ることが寛容です、かりそめの主。あなたはもっとずるい駆け引きを覚えた方がいい。私は王として成長を見込まれ、同時に見極められている。結局のところこれらは全て演説の結果に左右される。砂漠の世を突き動かせるかはあなた次第です。シャルザードの都ソルサラワ王地、王である父も処刑された。他ならない悪さの手によって、あの日ほど己の無力を呪ったことはない。しかし今の我々には強い味方がいる。シャルザードを救うと言われている伝説の戦士にして、ワルサの軍勢をことごとく破ったハチエーケスだ。その力はあなた方も見た通り。
ちもその気になっている。当然だ。ロッゾたちもまた町を焼かれた怒りの炎を燃やしているのだ。声明を届けるだけでいいのならと王子の訴えに引きつけられているようです。いけますよこれ。確かにいけるだろう。だがシャルザード軍に伝わるのは全て商人の伝聞。真偽がわからぬ囚人たちは声明を発表したのは王子の偽物か、あるいは悪さの罠ではないかと警戒するのなど。ハラム王子であることを証明するには一体どうすれば。あるでしょう、単純で明快な方法が。たった一つの合言葉が。今一度こう、イスラファンの民よ、どうか一言一句たがわず伝えてほしい。私の声を愛する祖国に、勇猛な将兵たちに。王家の偉大なる始祖アリーの名に誓って約束する。決戦の日は5日後、ガズームの高原にて全軍を集結させ王都を奪還する。遠く離れた者にも伝わる王子の証明。マナか。偽物では決して語ることのできない性別を偽る王子の正体、知る者だけが理解できる合言葉。てめえの入れ知恵か。まさか。私はここに宣言しよう。王家の生き残りとして新たな王となり、悪賊ワルサを打ち倒すぞ。ああ姫様生きておられた。ヤクザご無事で。姫様、いや王子だ。偉大なる始祖アリーの名を口にしたというのなら、それは間違いなくアラム王子だ。他の部隊に通達せよ、イスラファンの王子は本物だと。これより決戦の地ガゼーブに集え。報告します。各地で抵抗していたシャルザード軍が突進を開始、部隊を細分化させ進攻しており、全てを抑えきれません。そう、やられた。アラム王子、姿を消していたかと思えばこのような奇策を。集結するシャルザード軍を無視する選択肢はない。我々本体が迎え撃たねば、今度は悪さの王都が攻められる。なんという思い切った真似だ。非凡の身とは聞いていたが、まさに夕日を待つ竜だったか。くっさー、マジくっさーこんなの絶対裏があるでしょ。竜ってこんな二者択一なんて。選ばせてるつもりで強要してるあたり、これ考えたやつえぐいなまあいいか、誘い乗ってあげよう。そっちの方が面白そうだし、こっちには隠し玉があるもんね。ねえ
シール。はい、ラシャプ様。ですが残念ながらあれの出番はありません。私だけでシャルザードもアラームも虐殺しましょう。奴の皮を剥いで作った旗を持ってラシャプ様に勝利をお伝えします。すっげえイケメンの顔でクソゲスいことをほざくお前のそういうところ僕は気に入ってるよ。八英傑だかなんだか知らないけど僕たちを倒せるわけないっしょ。ヘディン、みんなを集めてくれないか。集められるだけ集めましたが、何をする気ですか。まさか明日に備えて激励でも。いや、まず礼を言わせてくれ。私に力を貸してくれて。ヘディンには王族であるならば、たやすく頭を下げるべきではないと言われそうだが、今の私に返せるものは真実、この感謝の思いしかない。だからありがとう。まだ何も終わっていない。気が早すぎるけど、弟たちには伝えておくよ。君は自分で思っているよりアン君なんかじゃないから。つまりだから、その…ああ、今こそ闇の衣を脱ぎ捨て高き豪華に焼かれるべし。輝け、それが女神に見初められたお前の義務だ。私はもうあなたに言うべきことはありません。ですが、あえて最後に一つ、おせっかいを焼くとするなら、面倒な猫は3階のバルコニーにいるはずです。アレン、寄るな。慣れ合うつもりはねえといい加減理解しやがれ。そうか。ではここから勝手に言わせてもらう。皆には感謝を告げたのだが、あなたには謝らせてほしい。旅の途中、私はあなたを侮辱してしまった。あなたたちの女神への忠誠を冒涜してしまった。すまない、アレン。私は恐竜だった。主面してるんじゃねえ、クソガキ。ヘドが出る。何がおかしい。いや、あなたのことが少し分かって嬉しいんだと思う。なあ、アレン。敬愛する女神に、唯一の主に忠誠を捧げるのは喜ばしいことか。何？ふと思ってしまったんだ。この短い間、ヘディンやあなたたちが向ける忠誠は、私の後ろにいる女神に向けられている。私は彼女を羨む前に、なぜかあなたたちを羨んでしまった。彼女は、女神フレイヤは不思議だな。何を考えてるのかわからない。だが、その言葉に、あの眼差しに、どうしても心を引き寄せられる。
彼女は本当に何よりも美しい。けれど真に引きつけられるのは見た目ではなく、風のように気まぐれで光のように気高い、その神聖なのだろう。私には国がある、王の責務がある。しかしあなたたちのように全てを投げ打ち一途に何かを思えたなら。あ、すまない、妙なことを口走った。昨日迷いだと思って忘れてほしい。捨てればいいだろうが、国なんざ。俺たちの忠誠が羨ましいというのなら、それは俺たちが自分の欲に忠実だからだ。あの方以外はいらないと、それだけを求めているからだ。自分の意志の薄弱さをくだらねえものの陰に隠すな。国に寄生されてるんじゃねえ。俺はあの方の愛が欲しいがために肉親を、妹を捨てた。世間に言わせりゃただのクズだが、それがどうした。体裁を気にして諦めるなんざたかが知れてる。そんなもの愛と呼べる代物じゃねえ。少なくともあの方にとっては。嘘つき。今もアーニャを気にしているくせに。お戯れごと。国を捨てる？私が？王子ではなくなって女神の眷属になる。今まで考えもしなかった。私が関心を抱いているのはあなただけ。アリー、あなたとってもおかしい顔をしているわ。己を落として気高くありなさい、英雄のように。侵略を止めるのか、それとも目障りな国を滅ぼすのか、これからどうするかはあなた次第。今のあなたには何もかも可能な力があるのだから。王族以外の生き方なんて私は知らない。断じて忌避すべき選択だ。だが魅力的に思ってしまっている自分がいる。いや違う、私自身があの女神のことを。アリ、なんかくらいしろ。したわよ。でも返事がなかったんだもの。ぼーっとしていたようだけど何を考えていたの。なんだっていいだろう。アレンはね、なんだかんだ優しいの。あ、何を言っている。口では悪態をつくけれど、私を思って行動してくれる。私があなたを欲しがってるから、あなたの心を問いただした。
私が惹かれているんだもの、あなたも私に惹かれるのは無理ないわ。どういう理屈だ。どこまで自意識過剰なんだあなたは。たとえあなたの言葉が正しかったとしても、これは決して墓場ではない。へえ、じゃあ何？私はきっとあなたに今は亡き母を見ているんだ。アリ、男として産めなくてごめんなさい。女としての幸せも与えられず。母上とこの横暴の神は似ても似つかないはずなのに、なぜか死に別れた母の面影が重なる。いや、彼女のぬくもりに私は母上と同じものを見出そうとしているのか。まあ、私は女神だから母と思うのは間違っていないけれど、私からしてみれば下界に住まうあなたたちはみんな子供よ。そういうことを言ってるんじゃない。でも私はあなたのそういうところが好きよ。素直に胸の内を教えてくれる誠実さも、自分で自分のことが分からず真剣に悩み続けるところも。偉いわね、アリー。今日まで頑張って。私の名に誓って言ってあげる。あなたは今日までこの砂漠の世界において誰よりも王として振る舞っていた。あなたの魂によどみはもうない。アメジストの輝きは花開いた。私は、そうか、褒めてもらいたかったのか。だからアリ、ご褒美をあげる。何を？だから言ってるでしょ、ご褒美だって。いいえ、私が我慢できなくなっているだけかも。待て、どうしてそうなる？私がフレイヤだからよ。私たちは女だぞ。私はどっちでも行けるわ。本当に、やだ。かわいい。一夜の夢を楽しみましょう。様はいずこですぞ。シャルザード奪還のために
不眠不休の働きをしたこのボフマン、まさに影の功労者ですぞ。女神様にいっぱい可愛がってもらわなくてはこの負債返済ならずですぞ。感覚が研ぎ澄まされている今の自分にはわかるですぞ。フレイヤ様とアリー殿がデスとデスとしてるのは、そこへ自らも加わりグフフフフンするのですぞ。自分もユリが咲き誇る宴に負けてもらうのですぞ。待っていたわ、ボフマン。ご褒美の時間。このクソ豚が。え？どこへ行くつもりだ、豚。ほんと舐めてんのか、豚。お前勇気あんな、豚。マジ愚かだな、豚。へへわめくな。殺すぞ。死ね。ただの家畜に女神の寝屋へ立ち入る資格なし。来い、調教してやる。ジャスミンの香りがした。神からの贈り物をもらった。そんな夢の中で。起きた？起きたよ。起きたさ。よりにもよってあなたの隣で。そう、私はまだ眠いわ。昨日はアリーが寝かせてくれなかったから。あなたが一方的に私を貪っただけだろう。女同士でどうしてあんな、あんな。あなたは本当に潔癖ね。楽しみを持つことは賢人のたしなみと教えたでしょ。火遊びをしたこともなかったの？するものか。私の性別がバレるまでなんて。それに私だって一応手ほどきくらいは習ってる。王として伴侶を迎えるために。ならこんな風に寝屋の作法も覚えておかなきゃ。
メトル妻を喜ばせるために。私と婚姻を結ぶ哀れな娘は事前に王子の正体など聞かされているだろう。でなければ性別を偽る王の制裁など務まらない。王族の血を途絶えさせないのは私の務めだ。ふさわしい男を選び、この身に次こそ正当な王子を。私なら男のあなたも女のあなたも満たしてあげるけれど。女神はそう言って私の頬をそっと包み、額に口づけを落とした。未来がどうなるかは今日のあなた次第。戦場を決するのはオッタルたちだけれど、運命を選ぶのはあなた。頑張りなさい、アリー。行きなさい、アロン。王子の中心じゃ、ファール参上したぞ。おお、ジャファール殿、来てくださいましたか。リオードの演説を受けて立ち上がらぬ将兵が我がシャルザードにおるものか。おっしゃる通り、アラム王子が己の身を顧みず打った号令に皆心を震わせ、二万もの兵が集まっております。それは長女。それでアラム王子はどこだ。シャルザードを照らす時代の光は。あ、それがそのどこにも姿が見えず。はあ、進め。最終決するシャルザード軍はガズーブの高原に必ず布陣する。敵の数は多くとも2万、8万の兵からなる我らからしてみればそよ風に等しい。悪さの将兵よ、必ずシャルザードの息の根を止めるのだ。シャルザードは集結したばかりで指揮系統が統一されていない。そこを叩く。隊長、前方に敵兵が。何？規模は？それが部隊ではありません。下準備は終えた。全ては仮初めの主が挙げたせいだ。ならば答えてみせろよ、戦闘強度も。一人も残さず殲滅しろ。
何が起きた？第二師団襲撃されています。シャルザードの奇襲か。敵の数は一人は、たった一人のエルフに砲撃されています。栄光せよ不滅のライフ。カウルス・ヒルド。叫ぶな、動くな、着弾がずれる、効率が失われる。全くもって煩わしい。これだから雑敗の相手はごめん、コウモリ。お前たちはいつだって私の計算を狂わせる。無様に逃げ出す臆病者が大半を占めると思えば、万有をもって突撃する戦士も、恐怖と興奮、戦場の風に飲まれる矛盾の下僕ども、等しく蹴散らされるのなら、せめて足並みを揃えろ、無能ども。第4連隊全滅。各隊の指揮官が次々と狙い撃ちされ、兵士が混乱しています。将軍、どうかご指示を。将軍、何なんだあいつは。バカの一つ覚えのように魔法を乱射。我ながら芸がないにも程がある。だがしょうがないだろう。万の部隊とまともにやり合うものか。これが最も効率がいい。面倒がない。助けてくれ。降伏する。武器は捨てた。どうか見逃してくれ。そもそもだ、貴様ら泣きわめけば助かるとでも思っていたのか。勘違い甚だしい。誰一人として生かすものか。貴様らと同じ釜の飯を食った徒党どもは獣に落ち、あの方の所有物を辱めた。あのオアシスの町で女神の愛を汚したの。どれだけの命を貪ろうと絶対に手を出してはならない聖域を。貴様らに罪はないというか、俺たちはやっていないとほざくか。バカが、貴様らは匂う。すでに火薬を働いた同じ獣の応酬が漂っている。ならばこの俺が劣悪たる世界の価値を見逃すはずないだろうに。あれだけ小娘を駆り立てた。この身をもって蹂躙を体現しなければ我が主にも若き王にも申し訳が立たぬであろう。よって死ね、砂漠の蛮族ども。この身をもって蹂躙を体現しなければ我が主にも若き王にも申し訳が立たぬであろう。よって死ね、
砂漠の蛮族ども！なんてヘディンは言ってそうだな。たった一撃で十の兵士が魔法も使わずに剣だけで。だって俺の魔法エリンみたいな射程が長くないし、使い勝手も良くないし、俺はやっぱりこっちの方が得意だ。死神の類か貴様、なんとか言え。ここで我が漆黒の刃と開口したのが運の尽き。熱さは舞い、紅が踊る。我が剣は生贄を欲している。つまり死ね。なんだこいつ。いきなり切りかかってきたと思ったらやべえやつだった。笑いながらわけわかんねえこと言ってやがる。エルフのくせにアッキーみたいな顔しやがって。ああ、今にも舌で剣をペロペロしそうな形相だ。っていうか本当に何言ってんのかわかんねえ。痛え、こいつは痛え。あ、ダメ、死にたい。見てる、みんなが俺を見てる。あ、無理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 だって。そもそもなんで俺が第一級冒険者なんだ。注目なんていらないよ。闇にまくれて戦いたい。むしろいっそ俺が闇になりたい。どうして俺はアサシンにならなかったんだ。深田を食べたよ、きついよ、森に引き凍りたい。あー、もうやだ。フレイヤ様にひざまくらされたい。いや、俺がフレイヤ様にひざまくらしたい。もう無理。やっぱり使おう。代償の理性、供物の鮮血、宴終わるその時まで殺戮せよ。ダインスレイブ。魔法？なんだ？何が起きた？何の魔法だ？砂の大地にのさばる悪族ども、生き血をこの身に捧げろ。大逆を尽くした貴様らにはそれのみしか許されない。遺言は捨てておけ。これより先に慈悲はない。捨てられし醜き煮えに生きる価値なし。Ah!
めろ、助けてくれ。黙れよ、ムクロ。遺言は受け取らないと告げてる。安心しろ、我が斬撃もあまりある。この剣が貴様らの目標だ。なんだこの遠雷のごとき悲鳴は。四方八方から聞こえてくる、これは我が軍のものなのか。一体あの砂丘の奥で何が起こっている。オルカス将軍、敵兵が現れました。何、方角と規模は。我が部隊の東西南北各方位に一人ずつです。一人ずつです。前方と後方左右に武装した4名のパルームが。しまよったか、シャルザード。たった4人で2万の軍勢を相手取るなど。それとも何か、たった4人で我々を包囲したつもりか。笑わせるな、バカめ。笑っているな、あいつら。我々に向かってプークスクスしている。殺すわ、あれは殺すわ。言わせておけよ。それより全員配置についたな。始めるぞ。やるか。やるぞ。やってやる。後の歴史にその一戦は神土の戦いの名で刻まれることとなる。王国の王子に味方したとされる八英傑、悪さの背後で暗躍していた邪神たちの計画など、吟遊詩人の歌や戯曲の題材には事欠かない歴史的な戦い。その中でもこの戦いでは嘘か誠か、革新的な戦術が生まれたことで注目を集めることになる。それはたった4人で行う
画期的な包囲滅殺陣。東西南北に配置した4人で2万の兵を包囲して殲滅するという、ちょっと何を言っているかわからないヤバすぎる最強の布陣は、後世の軍師たちに途方もない衝撃を与えた。多くの名だたる軍略家をうならせにうならせ、彼らをしてできるかバカ野郎と言わしめた新時代を象徴する必殺の戦術は、間違いなく悪さ2万の大軍を跡形もなく壊滅させたという。この凄まじき記録を綴ったのは、砂漠世界でも著名な史実家オルカス・グリューン。神土の戦いの数少ない生き残りであり、当時の光景を目の当たりにした将の一人でもある彼は、自伝に次の言葉を残している。バカにしてマジですいませんでした。ジャファール将軍、ワルサ軍がすでに開戦しています。なんだと？石膏の報告によれば、なんかよくわからないけど、ワルサ軍がとにかくボコボコにされていると。なんだそれは。ねえ、わしらも神土の砂ぼろへ進軍だ。シャルザード軍も動き出しました。思っていたよりは早かったわね。まあ着く頃には全て終わっているだろうけど。しかしよろしかったのですか、フレイヤ様。アリー様、アラム王子を別行動させて。あの子が自分の目で戦いを見届けたいというのだからしょうがないでしょう。それに王であるならば、その言葉は何も間違っていない。私たちはこのデザートシップで遠くから遊覧船でもしていればいいわ。ところであなた誰？ボフマンでございます。嘘でしょ。昨晩オッタル様たちに厳しき制裁を受け、無様にも自分は悟ったのです。筋肉こそ全てと。今夜部屋に来る？いえ、私のような畜生にフレイヤ様から招かれる資格などございません。なんかイラッとする。後でオッタルをいじめましょう。フレイヤ様、あれは。サンドストーム！なんだ、魔法か？サンドランドの時と同じか。砂地はいつもこうなりやがる。めんどくせえが、あのガキも覚悟を決めた。全員引き殺してやる。魔力。我が主ラシャプ様の計画を妨害する輩は、我が名はラシャプ様一の眷属にして団長のシール。短い間だが覚えておけ、キャットピープル。
リオードの町の時といい、そのラシャプとかいう神の下僕でも、名乗らなきゃ気が済まねえ悪癖でもあるのか。強いな貴様は。見ればわかる。なんだその足の速さは。ひょっとしてひょっとしたら、かのオラリオの冒険者ではないか。このカイオス砂漠ではカビールなどと呼ばれる私でもお前には勝てん。絶対に。怖い怖い。ああなんて恐ろしき戦士よ。だったら動くな。そのやかましい口ごと潰してやる。おっとそれは困る。だが私が拒んだところで、このままでは瞬きの間に殺される。ゆえに我が上昇の戦士殺しをお見せしよう。すさべ悪液の風ハヌレシェフ。今の妙な光、カースか。手足は動く。ステータスダウンの類もねえ。五感にも支障はない。真っ当に戦う気のねえ迎撃系のカースか。チッ。かかった。我が上昇の戦術。私のカースハルレシェフは秘めたる記憶を再生し、トラウマをえぐるがごとく暴力的な悪液をもたらす。奴の目に映るのは紛れもない真実の最愛だが、実際は私の配下。どんな強者でも最愛の存在、そして悲劇の記憶を前に動じ、致命的な隙を晒す。あとは劇薬を塗り込んだナイフで一突きだ。ランクアップの構造上、異形を成し得た者ほど犠牲を払っている。強者ほど悪夢に取り憑かれている。私はこのカースでレベル4になったようなものだからな。ああまた格上のエクセリアをいただいてしまう。最愛の衣がかぶれる駒はいくらでもある。さあお前はどんな声で泣くんだ。兄様、兄様。やがって。
ぜ、なぜだ。今の私もお前には最愛に映っているはずなのに。そいつを止めろ。その声でわめくんじゃねえ、クソどもが。今のてめえもこの世で最も憎んでいるグズに移ってやがる。嘘だ。お前の瞳に映っているのは最愛だ。最憎の人物のはずがない。でもじゃあどうしてこの男は冷酷に容赦なく最愛を殺すことができる。その目には一体何が映っているんだ。今すぐ解除しろ。出なけりゃ殺す。必ず殺す。はい。わかりました。わかりましたかな。解けろ。悪役の参加。消しました。あなたの最愛はもう。いません。溶けてねえだろうが。シール殿が消えねえ。時間が経たねえと解除しねえ。カース、咲き上がって。皆殺した。でも死んじゃったの？あ、はい。まともに残っているのはゴーザ将軍が率いる本隊のみに。相手は8人なんでしょ。マジで言ってるの？マジでございます。シャルザードにも僕たちみたいなファミリアがついたってことか。ったく、計画が台無しだよ。二者択一を迫られた時から嫌な予感がしてたけど、的中しないでほしかったな。隠し玉使う羽目になったじゃん。この振動はイーサに頼んでさ、君たちに運んでもらったカーゴの中身解き放っておいてもらったんだよ。敵味方も皆殺しにする化け物はね。切り札は最後まで取っておくものだぜ。あとはイーサが勝手に戦場に連れてってくれるだろう。途中で潰されるかもしれないけどね。
そういえば敵の情報って何かある？シールたちを瞬殺なんて十中八九オラリオの冒険者だと思うんだけどさ。はい、まず第2第3師団を吸収したのがエルフとダークエルフ。うんうん。第4師団と予備戦力を追い詰めているのはキャットピープルと4人のバルームで。うん、うん、そしてゴーザ将軍の中央本体にボアズの大男が迫っているとのことです。僕用事を思い出したから、ちょっと席外すね。ああどうぞ。逃げよっと。人が止められん。たった一人だぞ。各師団から届いた嘘のような報告をもはや信じるしかないのか。敵は8人だけで8万の軍勢を殲滅しようとしていると。まさかバジリスク。ゴーザ大将、ここは危険です。急いで退避を。兵士ども足つぶしながらこちらに来るか。白旗をあげろ。は？降伏だ。あんな化け物にかなうわけがない。白旗、優れた将がいるか。殺すには惜しい。ヘディン、殲滅はなしだ。あれには機会を与えたい。王子、アラム王子、シャルザード五大将が一人、ジャファールが参りましたぞ。さあ我らも参戦いたします。肉球悪さを蹴散らしましょうぞ。敵はどこですか？終わった。本当に終わってしまった。ジャファール様、悪さ軍が壊滅しています。何？
シャルザードとワルサの命運を決する一戦がたった8人の眷属によって幕を閉じた。これがオラリア、これがフレイヤ・ファミリア。そんな小物がいたの？別に放っておいていいわ、面倒だもの。それじゃな、本当に帰ってきた。都も民も全て無事とは言えないが、私たちの故郷は生きている。何もせぬまま全て終わってしまっていて、このジャファールどのような顔をして帰還すればいいかわからぬのですが。シャルザードはあなたの凱旋を待っております。参りましょう、アラム様。ああ、先に行っていてくれ。かしこまりました。あなたたちのおかげでシャルザードに平和が戻った。そうね、私だけでは無理だった。故郷に帰ることも、民の笑顔を取り戻すこともでしょうね。礼を言わせてほしい。あなたたちにとって気まぐれに過ぎずとも、私はあなたたちに救われた。もう受け取っているわ。なぜ彼女の言葉が少ないのか。沈みゆく太陽と砂の海に伸びる影が教えてくれた。今示されているのは真実、選択だ。目の前に立つ女神と眷属たち、背後に広がる都と多くの民、前と後ろどちらかを選べと選択を迫られている。体裁を気にして諦めるなんざたかが知れてる。そんなもの愛と呼べる代物じゃねえ。
彼はそう言った。国を捨てていい道理などない。そう思っていた私に、乱暴なまでに。アレンの言葉は私の心を裸にした。男として産めなくてごめんなさい。女としての幸せも与えられず。私なら男のあなたも女のあなたも満たしてあげるけれど。いいのだろうか、母を求めて。いいのだろうか、愛に飢えて。あなたに手を伸ばして許してくれますか。フレイヤ、私は。あなたはいらないわ。いらないと言ったのよ、アリ。期待外れ、見込み違いだった。あなたは私のオーズにふさわしくない。だから、あなたは王として生きなさい。決別はなく、再会の約束もなく、さよならの言葉もなく、女神は気まぐれな風のように立ち尽くす私の前から去っていった。砂漠の風が吹き、髪がなびく。誰かの頬に伝うのは一筋の雫だった。よろしかったのですか。ええ、あの子は国を捨てられない。捨てたとしても、そこにもう私が欲したあの子の輝きはない。あの子が私の魅了に抗えたのは王であったからこそ。私が見惚れたのは王であろうとするあの子の輝き。だから王でなくなれば、その輝きはつまらないものに。それこそ他の子供たちと何ら変わらないものになり下がる。愛着は湧いていたのだけれど、幸せを餌にあの子の可能性を奪うのは違うわ。ごめんなさいね、アレン。あなたのおせっかいを無駄にしちゃって。何をおっしゃられているのか分かりません。幻聴でも耳にしたのでは。そうね、そういうことにしておきましょう。じゃあ帰りましょうか。退屈でどこよりも暑い。おらるように。アラム様、どうかされましたか。いいや、なんでもない。行こう、私たちが帰るべき場所へ。
私はあの動乱の中でまばゆい銀の光に照らされた。それは夜に浮かぶ月明かりにもオアシスに広がる波紋にも似ていた。私は確かな啓示を受けたのだ。あの教えに背かぬよう胸を張れるよう邁進し続けた。ただそれだけのことなのだ。カイオス砂漠から何事もなくオラリオに戻ってから私はやっぱり暇を持て余す。アリーは素晴らしかった。未熟な果実が予想を裏切って輝かしい宝石に変わる様はもしかしたらという期待を私に抱かせた。けれど彼女は違った。あの子の輝きとは王であるからこその光。もしあの場で私のものにしていたら、アリーはどこにでもいる少女になり下がっていた。だからしょうがなかった。たっぷりため息をついちゃうほどしょうがなかったの。オッタルをいじめて子供たちを眺めてオッタルをいじめる。これまでと変わらないけれど漫然とした日々。下界は刺激的、そこに嘘はない。子供たちの織りなす物語を耳にすれば笑みが浮かぶし、眷属が成長すれば喜びも湧く。けれど心のどこかが満たされないのも事実。私のオーズはやっぱりいないの？そう思っていた時だった。あの子に出会ったのはとても小さな魂の輝き。けれど綺麗だった。透き通っていた。私が今まで目にしたことのない魂の色。欲しい。一目見た瞬間からそう思った。だから彼を私のものにしようって決めたの。あの魂はこれからどんな色に変わるのかしら。それとも透
き通ったままでいるのかしら。何より私の望みを叶えてくれるかしら。まずは名前を知ろう。それから所属しているファミリアも。アリーの時は失敗してしまったから、しばらく成長を見守るのもいいかもしれない。あなたをゆっくり知っていけばいい。そして距離を埋めていけばいい。そんな無駄と思える積み重ね、きっと必要なもののはずだから。どうかあなたが私の王子でありますように。